あールシファー様、お待ちしておりました。はい、ジンでございます。世界一遅いモンストブログ、ちょっとね、年明けて日が空いちゃいましたが、よろしくお願いします。ではスタート。はい、ということで今回の成果発表をいきましょう。ちょっとね、日が空いちゃったんですが、昨日一昨日までにランクがね、上がる経験値2倍キャンペーンやってましたよね。一気に91まで上げました。2日でおそらく、61ぐらいから多分30ぐらい一気に上げましたね。おかげで91。本当はね、100、そしてスタミナを100まで上げたかったんです。これはね、皆さんとモンストをマルチでやった時にね、2回挑戦できるようにね、100まで目指したんですが、ちょっといけませんでした。ゆくゆくね、ランクいくつなのかな、スタミナ100って、ちょっと調べながらやりたいと思います。とでは今回やることはね、ただ一点です。ルシファーの神か。行きましょう、行きましょう。まずこれ通常状態ですね。まあ意外だったのがね、普通の状態だとアンチ重力バリア、そしてなんだろうね、プラズマ友情ですね。触れた仲間と、これクスナラと一緒ですよね、その闇属性版と。いやこれもいいね。まあ一応ワクワク、ちょっとスタミナ半分キャンペーンやってたんで、その時に生かしていただきました。できればね、熱き友情が良かったんですが、まあこれまだこの子これからですからね、行きましょう。まあ進化させますが、もちろんこの子は神化させます。神化、重心力はキープ。そしてね、集めました。なんとか溜まりました。昨日ねスラッシュ出てたんでね、そこでようやく素材が揃いました。スラッシュ3にオリガが2、そしてエビルインライトも2と。素材的にはね、結構難易度低めのものが多かったんで、この私でもなんとかいけました。では行きましょう。ルシファー神化開始。あー、一生に一度見れるか見れないか。おあー、ルシファー様、お待ちしておりました。来ましたね、神か。いやー嬉しいね。ドンドン、いやー来ました。ちょっとまあ一応ね、ステータスとか見ていきましょうか。まあまあまあ一応ね、まずまあこれレベル1なんでね、ちょっと詳しいステータスはちょっと分かんないんで、参考に見させてもらいますね。レベルがマックスのタスカンさせた状態が、タッチ込みで21,700ぐらいヒットポイントが、で攻撃力が、24,000で、スピードが310ぐらいと。もうちょっとスピードが長けてますが、これで砲撃型ですよからね、びっくりするほども。でこれまあアビリティの方いっちゃいますが、アンチダメージオールなんですよね。で重力バリアのステージもきついと思うんですが、この砲撃型っていうポイントがあります。このエナジーサークル L、 こいつがめちゃくちゃ強いっす、はっきり言って。特にこの子は卑弥呼と同じですよね、砲台もういるだけで、上手い位置のところにいさせてやれば、重力バリアなんて逆に動けないんで、操るのが簡単なんです。つまりそこに置いといて、あとはみんなで貫通の子たちとか連れてバンバが当たっていけば、あっという間に敵倒せるっていうね、このエナサーが本当に強いんです。たまらないですよこれ。しかもこのストライクショット、悪夢を憐れむ歌、味方をね動かし敵へ打ち込む、これいわゆる号令系です。クシナダと一緒です。このクシナダとねルシファー非常に似てますよね。強いし、
アンチダメージウォール、そして護霊系、言うことないっすわ。しかもこのまだアビリティにバリアっていうのありますよね。これがクセモンで、あの自分のターンに回ってきた時にバリアをが自分に貼られてて、ある程度敵のダメージを防いでくれます。もちろん次のターンまで行く間に壊れてしまうパターンもありますが、これによって自分のヒットポイントが、削られないんですよね。これもねありがたい。いやーほんと強いと思う。いや大号令だしね、たまらないですねこれ。でもう一点見ておきましょう。実は私皆さんと共有してると思いますけど、エヴァンゲリオンガチャの時に当てたこのカオル・ルシファーを持ってます。こちら全く違いますよね、先ほどに比べたら。貫通のタイプ、そしてシンクロというのはね、いわゆるバリアですね。やっぱり先ほど説明したのと一緒で、でゲージがアンチ重力なんですよね。こちらタイプが違うんですが、エナジーサークルも得ると威力アップ。ちょっとねこれ熱き遊撃特急 M 出ちゃったんでね、すごい私ラッキーですけど、今これ力食べさせてますよ。あとちょっと悲しい点が、ストライクショットがね、世界を憐れむ歌、ああ似てたんですね。さっき悪魔を憐れむ歌でしたよね。こちらがね、同じ属性または同じ種族の攻撃力と防御力のアップ、号令系に比べると非常にね使いにくい。しかもあんまり同じ種族がいないっていう点もマイナス要素。あとはもう闇属性がダメに行った時には強いんですけどね。その辺がやっぱり本物のルシファーと比べたらちょっとね、カオルルシファー落ちる点はあると思います。あ、ちょっとせっかくなんでね、このステータス比較しちゃいましょうか。ヒットポイントはルシファー、カオルの方が勝ちですね。今これ2万3000あります。ルシファー2万1700ですね。で、攻撃力、こちらはもう圧倒的に本来のルシファーの方が高いです。2万4000、これ見ると2万2000ぐらいかな、2万2000いくつですからね。スピードに関してはまあ貫通なんでね、やっぱカオル・ルシファーの方が高いと。お、でもステータスだけ見たらね、一応こちらの方がね上、そうですね、高いは高いんですけどね。でもやっぱりこのエナサーの威力のパワーが違いますね。なんか適正、どんなモンスターに適正かっていうことを話していこうと思うんですけど、はっきり言って先ほどから話してるんですが、この重力バリアにも強い、うまく砲台として使えば強いし、いけないクエストを探していく方が難しいかもしれない。あのワープとマインスイーパーを要するような地雷、うわー苦戦はします。確かに。となるとその他はほぼほぼ連れていけると思いますね。もし悩んだらこの子連れていけばなんとかしてくれるっていう感じもありますし、まあ超絶イザナミいけるかな。逆にいけないのはツクヨミでしょうね。ちょっとあそこは重力バリアと貫通がないときついんで、さっきのカオル・ルシファーで対応した方が絶対にあちらはいけると。で他不動明王とかも多分無理でしょうね。あそこも重力絶対必須なんでちょっと難しいかな。他はいけ、山竹とかもどうなんでしょうね。大号令使えるから連れていけないわけでもないですよね、きっとね。ほんとね、超絶だったらその闇属性の不動明王とツクヨミ以外は連れて行っても いける可能性ありますよね。逆に一番行きやすいのは多分イザナギだと思います。僕はフレンド枠でイザナギ戦にはねルシファー連れて行くんで、今回ね手に入ったんで自分の枠から連れて行けるし、まあ2体連れて行っちゃうっていうことも今後できると思います。長々と
なってしまいましたが、もうどこでも行けると、つまり何でもかかってこいとルシファーさんに早くね、とりあえずレベル上げてタスカンさせたいと思います。では今日はここまでです。すいません、ちょっと時間が空いてしまって、またどんどんこまめに出していくのでよろしくお願いします。ではバイバイ。今日からゲームの実況番組を始めたジンと申します。今後もどんどん配信していくのでよろしくお願いします。もしよかったらね、登録なんかしてもらえるとありがたいと思っています。もう一回だな。